とライバルが同時にドリフト計測区間を走行します。先行と追走で計測を一度ずつ行い、結果が合計されます。獲得できた DP の多い方が勝ちとなるバトルです。通常のドリフト評価に加え、先行ではライバルを引き離すとプラス評価、追走ではライバルを追い越さずギリギリまで近寄って走行するとプラス評価となります。